はい、えー、Z ブラシコア、超入門講座第9回です。今回はですね、ここに道具箱があるんですけども、この道具箱の使い方について解説します。この道具箱はですね、まあ、いろいろ使うものだとか、途中段階のものをしまっておけるんですね。ここの利用の仕方を把握しておくと、まあ、いろいろ便利なことがあります。まあ、そして、あの、サブツールと絡めて、手を1個作って、それを、こう、鏡面コピー、 要はこう反対に複製して、えー、体につけていくっていう作業もお伝えします。ではですね、ダイナメッシュの球体の、この一番、まあ、この中では一番細かい128というものを使って作業をしていきます。はい、えー、前回お伝えした、この Imm プリミティブというのを使ってサクッと作っていきましょう。はい、M キーを押して、まあ、球体を選び、どんどん作っていきますね。 はい、えー、あの、猫型の、の、ロボット的なものをちょっと目指してるんだけれども、まあ、それどうでもいいんだけれども、まあ、ここまでできて、とりあえず取っておきたいなと思うわけです。まあ、保存でもいいんだけれども、あの、何段階も取っておきたいので、えー、保存というよりは、この道具箱に、今の段階を仮に取っておけるんですね。はい、えー、お気づきの通り、まあ、実はここに、すでにこの道具箱の中に、えー、この同じ形がすでにしまわれているというか、 反映されてるんですね。で、この道具箱をポーンと押すと、まあ、いろんな道具が入ってる中に、ちゃんと今作った形が、保存されてるというかね、格納されてる、しまわれてるわけですね。で、そのお道具箱の中に、えー、複製を保存しておくことができます。こいつの。で、この複製ボタンっていうのがもろにありますので、えー、ツールを複製しますって出ますよね。このボタンをポチッと押すと、今複製されました。で、今。 二つになりましたね。で、えっ、ー、と、今、この状態のものが、とりあえず取っておくって状態になるんです。これポチッと押すと、ちゃんと二つ道具箱の中に入ってますよね。なので、いつでも、あの、この時代に戻れるっていうわけですね。というわけで、あの、どんどん作業を進めていきますね。 はい。ある程度作業が進みました。あのー、先ほどの状態のものはちゃんとここに取ってあります。複製したものとして取ってあります。で、今のものはここ。なので、いつでもこっちに切り替えられるわけなんですよね。で、またこの時点で複製して、この状態を取っといてみましょう。ポチッと押すと、えー、まあ一番最初に複製した状態と、まあ今の状態と、で、この後どんどんさらに進める状態のものと3つできました。 で、作業をどんどん進めていくと。はい、それでこう、造形していく上で、あ、ちょっと膨らませ方とか、造形の仕方失敗しちゃったなと思ったら、あの、ちゃんとね、こういう、この辺膨らます前、こう、ムーブで移動させる前のものがちゃんと残ってますので、えー、いつでもここに戻れると。 で、こう見てみたら、いや、やっぱりさっきの作業良かったじゃんと思ったら、まあもちろんこっち複製してあるんで、戻れる。じゃこれはこれで取っといて、こっちでも、あの、作業を試してみようかなってこともできるんですね。まあただその場合、一応もう一回複製して、この状態を取っといた方がいいですよね。まあ、複製して、またもう一個増やして、作業をしていくと。まあさっきとは違う形で作業をしていくと。 はい、こんな風に作業が進んだら、まあ、さっき別の、あのー、作り方で進めた作業と見比べることができるんですね。道具箱にしまってある、さっき別の方法で進めた作業と、こう、ポチッと押すだけで見比べることができる。で、なんだったら、あのー、この二つの結果の行き着く前の状態、この状態にも戻せる。戻せるというか、 複製して撮ってあるんだね。複製して撮った状態に戻れるんですね。で、もっと前。まあ、この状態でもちゃんと複製をかけたので、この状態からでもまた作業が再開できる。まあ、こんな風にどんどんバリエーションを増やしていける。まあ、バリエーションを増やすっていうことでも使えるわけです。はい。えー、では次にですね、自分でよく使う小物とか部品をあらかじめ作っておいて、自分の作品に活用する、流用するために、 ま、取っておくっていうやり方を説明します。で、このお道具箱には、道具箱にあらかじめ基本的なものは入ってるんだけれども、ま、さすがに物足りないと。なので、自分がよく使う、ま、小物とかパーツ、まあ、例えば手とか腕とか靴とか、まあ、帽子とかね、そういう小物類、パーツ類を自分で作っておいて、取っておくってことができるんですね。では、まずあのー、まあ、見本として帽子を作ってみますね。 はい、えー、帽子が完成しました。これをですね、まあ自分のいろんな作品に流用する、活用するために、えー、保存しておきましょう。で、あの、第6回の授業の時に、別々で作ったファイル、まあ別々で作ったものをまとめるには、ツールのコピー、ツールのペーストっていうのを使うんだよって言いました。まあ、いちいちファイルを開いてコピーし、また閉じ、また元のファイルを開きペーストしますって言いました。で、 あの、色が塗られてる場合は、まあ、それしかないんだけれども、色が塗られてない状態のものであれば、それで良ければ、もっと簡単な方法があります。で、この作ったものをですね、エクスポートするといいんですね。このエクスポートという機能を使います。これはですね、まあ、流用するために、あの、保存しとく。流用のための保存だと、一回は思ってください。一旦はそう思ってください。で、エクスポートボタンを押して、えー、保存を促してきますので、 まあ、分かりやすい名前をつけてやりましょう。で、えー、分かりやすい場所を用意してそこに保存しますよ。えー、で、フォーマット、まあ、どういう形式がいいかって聞いてきてるんだけれども、これは、あの、OBJ、OBJ フォーマット一択だと思ってください。まぁ、あ、いろいろ出てきちゃうんだけれども、まっしぐらに OBJ に走ってってください。で、えー、セーブ、まあ、保存をします。 これで準備 OK です。これでいろんな、あのー、自分の作品に流用することができる。まあ、ツールのコピー、ツールのペーストを使わずに、あの、簡単に呼び出せるんですね。ファイルを開いたり閉じたりしなくても呼び出すことができる。ただし、色なしっていう条件です。さて、再び登場しました。猫型的なロボット的なものが登場しました。これにですね、まあ、さっき作っておいた帽子。 そして実は別個で、別であの、作っておいた腕がありますので、それらを呼び出して、この道具箱に呼び出して、くっつけてっていきましょう。このツールのコピー、ツールのペーストっていうことを使わずに、あの、簡単に呼び出せます。この道具箱に呼び出してやるには、インポートボタンを押せば OK です。ただしですね、ただし、あの、気をつけなきゃいけないことがあります。今、あの、現在この猫型的なロボット的なものが、 動かせる状態になってますよね。まあ要するにこう道具箱上で、この猫ロボットが選択されてる状態なわけなんですよ。この状態でインポート押して、この帽子、さっき書き出した、さっき保存した OBJ で保存した帽子を呼び出しちゃうと、こう見事に帽子と入れ替わっちゃうんですよ。さっきの猫型的なロボット的なものと帽子が入れ、差し替わっちゃうんですね。まあそういう特性があるんですよ。 はい、それはとても悲しいので、あの、どうするかというと、まあ、この道具箱にある、あの、関係ないものを、とりあえず選択しとくんですね。まあ、なでもいいんです。あの、元々あるツールにしておいてください。まあ、キューブでもね、あの、球体でも何でもいい。まあ、例えばキューブにしておいて、まあ、一回キューブになりますけども、あの、道具箱上で選び直しただけで、ちゃんとさっきの猫型的なロボット的なものは、 あの、ちゃんと格納されております。入れ替わったわけじゃないです。選び直しただけなので、あの、この状態で、インポートボタンを押し、帽子を呼び出してやれば、はい、帽子も道具箱の中にあるし、さっきの猫型的なロボット的なものも、あの、この中にちゃんと入ってると。まあ、切り替えられますよ、こんな風に。で、 次に腕もさっきこっそり作ってたので、それも呼び出してやりたいですね。あのー、で、また気をつけなきゃいけないのは、このままインポートしてしまうと、見事帽子と入れ替わってしまうので、帽子が消えちゃうので、必ず別の、まあどうでもいい、大事じゃないツールに、道具にしておいて、インポートボタンを押し、腕を作ったものを呼び込んでやると。で、そうすると、ちゃんと腕もあるし、 この道具箱で切り替えれば帽子もあるし、この猫型的なロボット的なものも存在してます。さて、じゃあこいつに、あの、せっかく道具箱に呼んできたものをくっつけてやりますよ。で、これはですね、あの、第6回でやった、あの、段取りと同じになります。ちょっと復習がてでやっていきましょうか。はい、えっ、ー、と、このサブツールパレットの中の挿入ボタン。ここを押してやると、お前は何を入れたいんだって言ってくるんで、 えー、さっき呼び込んだ、えー、腕なんかがちゃんとここに入ってるわけなんですよね。で、帽子もここにあります。では、まず帽子から挿入してあります。はい、えー、と、呼び出した帽子がでかすぎるので、サブツール上でちゃんと帽子を選択して、で、えー、移動ツールにし、このツールを出して、あのー、拡大縮小、で、回転などをして、望む。 場所に置くと配置するっていうわけですね。次に腕を挿入します。で挿入ボタンを押し、えー、腕を選びますで。そして腕をサブツール上でちゃんと選択した上で移動ツールにし、えー、大きさと位置を整えます。 はい、え、位置と大きさが整いました。そしたらですね、今、あの、左腕が置かれたんですけども、これをコピーすることによって、右腕を作ってみます。で、実はですね、サブツールには、ここに複製というボタンがあります。これは、あの、これらのパーツを選んで複製してやることができるんですね。もちろん帽子も複製する、このサブツール上で複製することができるし、この腕も あの、複製してやることができる。で、当然今回は、えー、この手を含む腕を、えー、2本に増やしたいので、これを複製します。この腕を選び、複製ボタンを押すと、このポチッと押すと、はい、ここに2つになりました。2つに複製されました。この複製した瞬間、完全に同じ位置にあるので、まあ、複製してるかどうかは、よくわかりにくいですよね。 ま、移動してみると、ちゃんとこう二つあるのがわかりますよね。で、このまま移動しちゃうと、この親指の位置が、こう全部向こう、あの、左に向かって左に向いちゃっておかしいですよね。なので、このまま移動するわけにはいかないわけです。どうすればいいかというと、移動ではなく、えー、下の方にある変形ツールを使うんですね。この変形のパネルの中にあるミラーというものを、 使います、まあ。選ぶのはどっちでもいいですよで。どっちか選び、変形の中のミラーというボタンを押すと、いいですか押しますよ。押すと、ポンと、ちゃんとこう反転しながら、反対側に持ってってくれるんですね。はい、えー、ここややこしいので、もう一回やりますよ。挿入ボタンで挿入し、大きさと位置を整えたら、えー ちゃんと腕を選んでることを確認した上で複製ボタンを押します。そうすると複製されます。そしてどっちかを選び、変形の中にある、この変形の中にあるミラーボタンを押すと、ポンと、ちゃんと、あのー、親指の位置、ちゃんと内側両方向いてますよね。反転しながら飛んでってくれるわけなんですよね。ちゃんとした位置に。 まあ、ちゃんとこの中心軸に対して、えー、位置も形も反転されるわけなんですよね。この方法によって。まあ、ポイントは、ちゃんと複製した上で、ミラーっていうのがポイントになります。このミラーっていうのはなかなか便利ですね。で、あのー、これを利用して目も入れてみましょう。まあ、あのー、前回ですね、目も、あのー、IMM プリミティブで入れたんですけども、まあ、それだと面の貼り直しで、 あの、一色多に、あの、融合してしまうので、今回はサブツールとして入れてみましょう。で、えー、挿入ボタンで、このキューブを選び、元々入ってる道具のキューブを選び、まずキューブを呼んでやると。で、でかすぎるので、キューブを選択、サブツール上で選択して、あの、目の大きさとしていい感じになるように、まず調整します。 はい、えー、片側が入ったら、えー、これを、えー、複製し、ね、複製して、で、あのー、ミラーってボタンを押してやれば、もう片側にも入るよ、っていうことです。これ便利ですよね。ただし、あのー、目玉としてね、別パーツ、右目と左目が、別パーツになってるってことは注意してください。で、これとこれをくっつけるってこともできます。 でどうやるかというとえ、上の方、上の方を選択して、あの、目の上にある方を選択して、えー、ここに結合ってあるんですね。で、結合すると、すぐ下のものと結合されます。ここ見ていただければわかります。はい、結合しますよ。結合ボタンを押すと、まあ、まあ、いいのって聞いてくるんで、OK を押すと、すぐ下のものと結合されて、あのー、 左右対称で目が編集できますよね。それによって。ね。で、あの、まあ、腕もそうしたければ、あの、上の方、まず、えっ、ー、と、腕の、サブツールの上の方にあるものを選択し、結合ボタンを押すと、ピタッと、一緒のものになります。これで、あの、造形として、左右対称に、 作業ができるんですよね。はい。まあ、この方がいいかもしれないですね。はい。えー、あらかじめ作り置きしたものも、えー、流用しつつ、あの、使いつつ、あの、完成しました、一応。えー、サブツールとしては、まあ、4つの部品になりましたね。で、この、最初にお話しした、とりあえず複製して取っとくっていうことに関して、最後に、あの、重要な注意ポイントがあります。実はですね、このサブツール、 が作られてると、この複製っていうのはサブツール丸ごと複製されてくれないんですよ。で、例えば帽子なんか選ばれてる状態で、複製ボタンを押すと、ポチッと押すと、これ、今複製したものなんだけれども、帽子しかないんですね。サブツールまでは持ってってくれないんですよ。なので、例えば、あの、ここで、こうグイグイ作業して、あの、複製ボタン押すと、 あの、ここの、このツールだけ複製されて、下は全部持ってってくれません。それは気をつけてください。複製はあくまでも1パーツのみっていう制限があります。はい、今回も長い時間ありがとうございました。ええー、整理しますと、まず途中の段階を複製によって道具箱に、ま、格納しておきましょう。取っておきましょう。何段階もっていうお話と、えー、よく使うものは、よく使う道具は、 え、エキスポートで OBJ ファイルであの書き出しておいて、いわゆる保存しておいて、インポートでいつでも使えるよっていうお話でした。で、もう一つは、あのー、持ってきた、例えば、あの、左腕なんかは複製した後、えー、変形のミラーによって、あのー、反転できますよっていうことです。今回は以上です。